くよ、うん、で4と5の関係があるんで今度腸骨のこっち4ハピセラ TV あ口ベータだからバーンみたいだろバーンでしょかノブですミキティですヘミですハピセラ TV バーンもうね秒で忘れたから今みんな真似したマジはい、このチャンネルはセラピスト応援番組になっております。はい、そして、お客様側もいいセラピストを選ぶための判断材料にしていただけたらと思います。うん、はい、ということで、あれなんですよ、動画の中の中身を見ると、うん、見てくださってる方で、チャンネル登録して見てくれてる人が 49% で、見てな、うん、登録してないで見てる人が 51% なので、ぜひもうチャンネル登録してやろうかというような気持ちで、登録してください、まずは。そうなんですよ。YouTube はね、そうなんですよ。あとね、嬉しいことに最近字幕書く語でつけて、うん、何カ国だろう、ね、今ね、15カ国ぐらい頑張ってやってる。全部その言葉に変換して。だってあれタイトルも概要も入れるんでしょ。そう、概要も全部。すごいね。タイで例えば、うん、その今日やる内容の日本語のタイトルをタイ語で調べてそれを全部入れていくわけ。じゃあ例えば普通に検索してる人が翻訳で変えるじゃないですか、うん、それは概要のところもその言葉に変わってるってこと。翻訳ってこと、なんか本題のとこってこと。なんかほら上のさボタンかなんかで、うん、ピーってやると字幕出てくるじゃん。でそしたら、そう、それで選べばその概要とかも全部タイトルもそれに変わるってこと。それは違うのか。検索する概要、いや、タイトルの概要もその国の言葉で出るわけよ。それをこっちがだって入れるんだ、わざわざその国の設定で。すごい。それが時間かかるわけよ、うん、一個一個。でも説明欄のプロフィールは各国の言葉で全部作って、一応日本のカリスマ設定したから。本当ごめんなさい。ごめんなさいだよね。いやいや、のぶちゃんはいいと思うよ。だってさ、なんで書いたらいいんだろう、世界の人が見てるときに。大丈夫、この人たちが日本のカリスマなんだって。ジャパニーズコメディアン生態師とかじゃなくて大丈夫。そのうち変えるから、るかクレーム来るから。トップコメディアン生態師っつって。かなり、その中でね、だから今ね、なんだかな、インドの人たちの言葉なんつったっけ。インド語じゃないの？インド語じゃなくて、インドネシア語か。インドネシア語が一番見られてる。へ、うん、100% うちの 0.8% の人、100人のうち8人がインド系の人たちが見てくれてるのと、あとアメリカが 7% なんで、アメリカの人たちが100人中7人が。設定したら一気に外国が上がってきてるからね。だからちょっとなんかナマステとか言っといた方がいいんじゃないですか。ナマステって言っちゃっても、そのナマステをその、俺が書かないといけない。そっか。こう喋ってる言葉は勝手に変換してくれるんだけど、変換してくれるの、その国のタイトルとかあれとかはちゃんとその国の言葉で入れないといけないんで、もうのぶちゃん人生初の肩こりを体験してる。ここやって、すごいでしょ。マジでってくらい、ここ触ったほんとやばいな。肩こり本当にごめんなさい、こんな辛いんですね。人生っていうか、デスクワークなんかやったことないから、もう字幕必死になるともう6時間とか集中しちゃってるんで、きついよね。6時間で1本か2本、1本かしか撮れないからね。やっと12個ぐらいできたかな、でも動画、これから出す動画、したらね、めっちゃ凝ってることに気づいて、もうね、いても立ってもいられない。うわーとか言いながら、うわーっつって、どうやったら撮れんだーとか。でジム行ってね、やっぱトレーニングするとだいぶ楽になるよね、やっぱ動かすと。やっぱ動かした方がいいってことだよね、血行不良になるってことなんですよ、これは。投げ。オープニング投げ。ということで、はい、今回は、だから字幕をちゃんと入れるために、はっきり喋ろう。あとで直すの大変なの。分かったわ。そういう感じで言ってくれると、そのままの言葉で入るから直す必要がないの。多分俺が噛み癖というか滑舌悪いのがよう分かった。でも私もやばくない？いや、ミキティは取りやすい。マジで？やっぱり舞台とかやってたから。だから一応できないんだからね。だからそう、今喋ってることも全部拾ってくれてる。でも俺が今この早口で喋ってることはなかなか拾ってくれない。へぇ、だから直すの。
直すのに肩こるわけです喋り方変えた方が早いたかが17分がさ3時間とかかかるんだよ、アホみたいにかかるんだよ大変、うん、そういうことで、はい、今回はかっこいい、これアクチベーターいきます。これカラーでやったらダメって言われてるんですよ、うん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 、なんで、あ、なんかこの機械に良くないらしいの、なんか当ててないと何かに、からでは良くないと言われてる。どういうあのバネみたいのが中に入ってるってこと？ちょっとやってみようか、うんうんうん、どこに行く？サンディ、うん、軽いでしょ思ってる全然軽いでしょ。いや結構しっかりだと思ったけど、あ、うん、サンディに当たってるから、サンディに当たってるから、それでやってみて。え、ちょっとサンディ、一番痛そうな感じでやってみて一番痛そう、引けばいいんですか？そう、押さえてから、うん、グッと入れて、うん、めっちゃ軽いね、見てよ、見て、ゆうちゃんに、ゆうちゃんに、だって痛がってたよさっき、しっかりね、多分サンディに入ったからビクンってしたんでしょ多分、いや、これ結構痛いよね、うん、え？でもこう、なんかムニムニして怖いあ、痛いいや、間違えたと思う多分ね、グラグラしちゃった違います、見てたら隙間じゃなくて本当になんか、なんかピンポイントで志村けんのばあさんのこうコントみたいなガタガタガタみたいなそんな感じなんだよ。で、これアクチベーターって言うんだけど、あの主義的にはその技法はアクチベーターメソッドっていうんですよ、うん、へー、メソッドじゃなくてメソッド、それはもう基本足の長さで見る、足の長さを専門的に見るスリッパ、団体スリッパ、あのミリ単位で見るんで足の長さで、肩を調整して、あの肩をこう動かしてって足の長さが変わるかどうかを見るの、あと肩上げてみてとか、うん、でもそれね一つずつやるとね動画的にはねもう見てらんなくらい長くなっちゃうんで、簡単な感じで、うん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 、ちょっとやってみましょうか、うん、やってみますか2人とも、はい、体験痛いよ鼻の中やったらどうなるの？やばいやばいやばい、めっちゃ広がるはい、じゃあいきます、レッツゴー、行ってみよう。はい、ということでヨミちゃんちょっとアクチベーター言えてないだから後で大変なんだけどアクチベーターメソッド行ってみよう。はい、ね、じゃあ頭、あ、頭こっちだ、頭こっち、うん、うつ伏せ、はい、ね、まずね、そこの団体は専門のスリッパは持ってきてないんだけど、ゆみちゃんそれまっすぐ寝てると思ってる、そもそもすごくないこの確かに、確かに、ゆみちゃんいろいろあったんだねちょっと直すよ雑、うん、で見るときはだから首へああなってたらもうねじれちゃうので、うんうん、そう、とりあえずそうして、うん、でさっき調整したから、あ、だいぶ戻ってます、うんうん、いい感じです。で足の長さを見ますね。で本当は専用スリッパがあってこうやって合わせてミリ単位で見るんだけど、うんうん、ゆみちゃんこう見ます。右足が約1センチ短いです。見える？これが1センチもないかな、まだ大体1センチかな、うんうん、見える？あ、うん、これだと、うん、1センチ。それを例えばゆみちゃん、はい、首を右に向いてください。はい、そうした時に、あ、ほら見て、あ、本当だ、そう揃ってるでしょ。ってことは首に問題があるわけですよ、ということで首にアクチベーターを打ちます。え、首に？大丈夫？首がやばくない？さっき肘であんなに痛かった首だよ、首だよ、止めるじゃん、えいか、まっすぐして、痛いよ、まっすぐまっすぐ、ちょっと待って、ケツならば、うん、ここをしてるとしてるからね、あの、のぶちゃん、はい、よし、いくよ、いきます、はい、びっくりしてるからね、はい、それでもう一回見ますね、もう？あ、そう、一発一発なんだよ、で、だから戻ってなかったらもう一発みたいな感じ、基本一発です、で、まっすぐでしょ、今で、ちょっと反対、でも同じ条件で取りたい、この絵描いちゃった、あれ右足が短いじゃなかった、そうだよ、あ、伸びちゃったこんなに変わった、本当だ、やば、ゆみちゃん逆になっちゃった、
ちょっと反対もやらない。反対もやらない。いや、戻したくないんだよね。行き過ぎちゃった方がいいの、逆に。うん、したら戻ってくる過程でちょうどよくなるから。なるほど。これが変わるのよ。すごい。うん。っていうのを一つずつやっていく。例えば、今じゃあ、右足若干長くなっちゃったじゃん。うん、若干長くなっちゃったんだけど、じゃあ、ゆみちゃん、右手を下に下げて。じゃあ、お尻の方に。そう。チェックしますとかね。あれ？あ、これ、ちょっと待って。あ、そもそも靴下が。うん。うん、あ、これ今揃ってんな。うん、だから右肩にもちょっと何かあるなって感じなの、うん、変わるので、で一回戻して、で今度左を下げて、あ、ほら右足伸びた。ってことは左肩にも何かあるなと、変わるってことはね、こう歪みが発生するっていうことの考えでやってるんだよ、ここの段階。例えば右腰を上げて一回ふっと上げて、そうで戻して、うん、でこうやって見たり。あ、これフラットだね、今ね、うんうん、多分、ゆみちゃんは右腰を上げると戻る方向にから いいんだよ、今ので、うんうんうん、左を上げたら変わるはず、うん、左腰を上げて、上がらない。そもそも上がらないんだよね。そうすると、あ、腰痛い。ほら、見て、右足が短くなった。これで戻っちゃったのよ、あれ、あれに、最初のあれに。左足持ち上がっただけでもう痛いんだって。よし、じゃあ、それもアクチベーターでちょっと、うん、でもこれはさっき言った骨盤のねじれがあるので、こっちにこうこうこう。ああ、ちょっと待って。揺らし系ね。こうさっきの原理でいくとそうじゃなかったっけみたいな。そう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 。でまっすぐしてもらって、もうね、その原因となる部位を取ります、これで、うんうんうん。ちょっとね、指先取ってほしいかも、うん、本当にね、ミリ単位のあれなんで、うん、ゆみちゃんの仙腸関節あります、うん、ここが L5 なわけですよ、うん、L5 骨、うん、ゆみちゃん、めくっちゃってもいい？ダメ？ダメ、ダメ。あの極特器をちょっとね、見せたかったんだよね。あのこうピッて、あ、肌の方が割りやすいんだけど、まあいいや、うん、4と5、うん、で、これ触診するわけですよ、こう、うん、こっちに行くけど、こっちに行くけどこっちに行かないわけですよ、うん、だからこれを活かせるように動かします、うん、いくよ、うん、で4と5の関係があるんで、今度腸骨のこっち4を動き見ます。これ反対なんですよ、こっちは行けるこっち行かないんで、うん、こっちから極特器ロックして、で、ゆみちゃん、これでちょっと腰動かしてて、さっきの痛さ、うん、上がってる、さっき上がんなかった。うん、すごい、い痛くない、そんな痛くない、だから、そこの4と5の椎間板のこの異常を戻るよ、こう4と5両方取らないと、だから5だけ戻してもダメし、4だけ戻してダメだっていうのは椎間板だから5と4の間が問題なんで、うん、だから両方ね、こうねじれてる、それを両方こう取ったり、そうそう、そうするといいわけですよ。でも今右側しか当ててないのね。いや、こっちが、L5 が P っつってこうなってたんで、うん、あ、L5 が逆か、こっちに入ってたんで、うん、こっちに戻した、うん、で、L4 は逆だったんで、あ、こうなったんで、こっちに戻した、うん、極特器を、うん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 、これで、あ、うん、ちょっと見切って受けてみますか。はいはい、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。